ウィリアム・ダニエル・フィリップスはアメリカ人の物理学者。ペンシルベニア州ウィルクスバリで、ウィリアム・コーネリアス・フィリップスとマリー・キャサリン・サビーノの間に生まれた。彼はイタリア・ウェールズ系でメソジストである。フィリップスの両親は1959年にペンシルベニア州キャンプヒルに移ってきて、彼はここで高校を卒業した。1970年に主席で、 ジュニアータ大学を卒業した。その後、マサチューセッツ工科大学で博士号を取得した。博士課程でのテーマは、水分子中のプロトンの磁気モーメントに関する研究だった。この研究は、その後の彼の研究に役立った。彼は後に、ボースアインシュタイン業縮の研究を行った。1997年、彼はアメリカ国立標準技術研究所で行った。 レーザー光を用いて原子を極低温に冷却及び法則する技術の開発により、スティーブン・チュー、クロード・コーエン・タヌージと共にノーベル物理学賞を受賞した。1998年アーサー・エール賞老ーー賞を受賞。彼はメリーランド大学カレッジパーク校の物理学の教授でもある。彼はマサチューセッツ工科大学に行く直前にジェーン・ファン・ワイネンと結婚した。 1979年上旬に結婚するまでは二人とも熱心に教会に通う方ではなかったが、その多様性を機に、入り、メリーランド州ゲイザースバーグのメソジスト教会に通うようになった。彼は国際科学宗教学会の創設メンバーの一人である。夫妻はデザイナーのケイトリン、イギリスで考古学を学んでいるクリスティーンという二人の娘に恵まれた。 ムシッピーの生科学のセミナーで行われたコヒレントアトムズインオプチカルレイティソスと題した講演でフィリップスはルビジウムはボースアインシュタイン凝縮のための神様がくれた贈り物だと述べた。ありがとうございます。